1950年代の紅葉山御養産所。紅葉山御養産所は、東京都千代田区千代田の皇居、紅葉山にある養蚕施設で、歴代の皇后による大屋解雇が行われている。現在の建屋は、1914年に建てられた木造2階建てで、1階が飼育室、2階が上属室となっている。 地下に貯葬室を備えた平屋や御休み所が別棟として隣接しており、御休み所の館座には、養蚕の神とされる惑山僧に知人と、大義と姫神が祀られている。富岡製糸場行八1873年6月、御養蚕を行う高皇后工九1955年6月公室における、養蚕の歴史は、古く462年に、天皇、皇妃をして、 親ラらはこかしめて、解雇のことを勧めむとほっすとの傷つが、日本初期に見られる。1871年、明治天皇の皇后である、昭憲皇太后が、吹上御園内に産出を設け、長らく途絶えていた宮中での養産を再興。以来、皇后を親解雇と呼ばれ、皇后の公務として継承している。キートと三種は、開国直後の日本にとって、 最大の輸出品目で、1872年、政府は群馬県に富岡製糸場を設け、フランスの先進技術が導入された。養産業は国の最重要産業と位置づけられ、宮中の養蚕は食産工業として奨励するという意味があった。その後、1873年の火災で産出が消失し、ご養産は中断したが、同年6月、 証券皇太后は、英昇皇太后と共に、富岡製紙場を行刑し、馬長の小高順中とフランス人義士ポール・ブリューナの案内で、製紙作業や、機械室などを視察した。1879年、英昇皇太后が、青山御所に御用山所を新設し、御用山を再開した。同皇太后の崩御により中断の後、1908年に、丁明皇后を寄って再開。 1914年、皇居の紅葉山に、現在の御養産所が建てられた。1928年に、皇順皇后が引き継ぎ、1990年には、上皇后道子が引き継いだ。絹産業を振興する大日本産司会の総裁は、皇太后時代の定命皇后や新王、王などの皇族が務め、1981年4月からは、 日立の宮の人やまと新能が務めている。2012年には、三の丸なお倉館にて養蚕を主題とした、皇后陛下記述記念特別展、紅葉山御養蚕所と小僧院列復元のその後が、開催されている。平成から令和への改元に伴い、2018年5月13日に、上皇后道子から皇后政子へと引き継がれた。2019年の御養蚕は、 天皇の大位即位の諸儀式があったことから行われず、2020年5月11日から本格的に行われた。例年は、養蚕の専門家である主任と4人の若い助手、計5人がご養蚕を手伝っているが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、主任一人へと減ったことから、人手が足りず、2020年度のご養蚕で取り扱う種類を、 これまでの4種から純国3種の小石丸のみにすることとなった。御養産は毎年春から初夏にかけて行われるが、2から3月頃に御養産所の主任と助手が準備を始める。4月の終わりか5月初め、御養産史の儀が取り行われ、養産作業が本格的に始まる。御養産史の儀では、豊作を祈る神事の後、皇后が孵化したばかりのありかい子を、 カイコ座というカイコを育てる道具の上に、羽根棒機で履き下ろす、履き立てを行い、小さく刻んだクワの葉を与える。雇用産死の儀の1週間から10日後に、皇后自らカイコにクワの葉を与える、5級創業時の1回目が行われ、それから10日後に2回目が行われる。カイコに与えるクワは、皇居内の草園で栽培されている。眉を作る段階になった、熟になると、 上属が行われ、種類に適したぶしという蚕が眉を作る用具に移す。ぶしは、一般種に使われるボール紙製の回転ぶしのほか、体の小さい小石丸には、交互を自ら藁を編んで作る藁ぶしが使用される。上属から一週間後から10日後に、初眉層にて、集権が行われる。その後、生死材料となる上眉を、産種科学研究所に出荷し、 創始し、あげ返し、仕上げを行い、キートになる。そのキートで折られた、絹製品は、宮中儀式や祭祀に用いられるほか、外国原種への贈り物にも用いられている。また、皇室の儀典用以上等にも用立てられる。眉の出荷後も卵を取る採取などの重要な作業が、続き、初夏、御用産納めの儀で終了する。工方は、定例とされている。 前日の行人以外にも、皇居内の草園での食厚みや、蚕が眉を吐くための藁まぶし作り、眉の毛羽取りなど、あらゆる工程に公務の合間を塗って携わっている。主任は2ヶ月近くを宮中で過ごす。助手は、群馬県立安中実業高等学校など、農業高校の OB が務めているという。かつては、家族の子女などが作業を手伝っており、平成期には、 秋篠宮家のマ子内親王や過去内親王が手伝うこともあった。合計で12から15万頭のカイコを飼育している。ありがとうございます。